はい、ちゃんくん、おはようございます。おはようございます、ちゃんくん。はい、ちゃんくん、はい、ちゃんくん、おいで。はい、はい、はい、ぽんちゃん。昨日の病院からもらったカリカリ、人気だったらしい。あ、そう、食べた、うん、もうなくなってる、うん、右側がそれだったの、うん、そっちだけなくなってる、うん、美味しかった。うん、よいしょ。おい、ストルバイトケアのチキン、あ、チキン、チキンって言ってた、違う、フィッシュ、あれ、チキン、チキンだね。いつもはフィッシュ買っていて、はい、フィッシュも、あ、チキンも買ったんですよ。はい、チキンをもらってきました。そしたら、よく食べる、食いつきよかったみたいです。昨日はヒルズのチキンとフィッシュ入りを2キロ2つ買ってきたよ。ですって。ストルバイトケアももうすぐなくなるからってお願いしてきたんだけど、とりあえずフィッシュだけ、いつものだけお願いしてきたので、今度はじゃあチキンもお願いしてみようね。まだそのヒーターつけてないよ、パンちゃん。でもそんな寒くないもんね。え、そこで爪研ぎですか。ジャックン、爪研ぎ出します。もう乗るの？あ、もう動かせない。早いよ、ちゃんくん。あれ？飛ばないの？当たるね。いいね、ちゃんくん。朝の爪研ぎからのお尻。えらいね。あれ出すとポンちゃんは置く前に乗ろうとするんだよ、うん、でも今日はジャンクに譲ったんだね。さあ、もうえらいね。始めるよ、ハッピーバレンタイン、ハッピーバレンタイン。変な歌。はい、ということでアバマからのバレンタインの贈り物でーす。今から出した方がいいかな。私は関係ないのねっていうポンちゃんと、ポンちゃんにハッピーバレンタイン。はい、ポンちゃんにも使ってもらって大丈夫ですよ。さあ、下と台を持ったんだよね。うん、なんか上だけ交換できるよ、はい。どうでしょうか、どうでしょうか。白い薄状の爪研ぎです。自然由来の糊を使って成形された段ボールなんだそうでございます。国産のいつもあの椅子とかソファーとか、うん、今回はバスタブをポンちゃんの誕生日に買ったところのクレシルさん、はい、爪とびかどうかがよくわからなかったようです。これに入りたいですか。マイ
バリバリ。はい、次はポンちゃん試しますか。どうぞ。どうぞ。匂いを嗅ぐね。おう。ちょっと普通の段ボールと違う匂いでもするのかな。そうなのかな。もうちょっとね深いかなって。私中に入って、うん、あのくつろぐタイプのやつが欲しくて買ったんだけど、ちょっと浅かったかな。はい、まあでも乗るにはちょうどいいんじゃない。そうかな、うん、あれこの前に置いてみるか。なんかお、なんか一体化してるね。ホテルのトイレみたい。あり一応ね、あの足のところは、うん、大工さんが木で作った足、はい、で、こういうね、そう、色が何種類かあってすごい悩んだんだけど、はい、結局白にしました。はい、はい、いいんじゃないですか。ちょうどいいかなと。後ろのヒーターとぴったり合っていてトイレみたいです間違いないですね。じゃあ爪を研ぐものだっていうのが分かるようになったらまた取ります。はい、はい、くつろぐところがお見せできるようになりました。まさかこれが爪を研げるなんてまだ思っていません。これで爪を研いだら怒られるのかなってちょっと思っているかもしれません。はい、2段階ジャン君とポンちゃんでした。ジャン君、あ、くしゃみ出そう。へっへん2回でした。カーリング日本が頑張っていますが、ジャン君はシャンプリです。そしてポンちゃんもね、頑張れって応援しないと。心の中でしてるよって、うん、ね